近。どうもそこは奥チャンネルだー。今回なんですけども、スクラッチの動画でございます。はい、ちょっとね、ごめんなさい、画面が歪んでいるのが気になるんだ。はい、すいません、はい、はい、ということでですね、今回なんですけども、ワンピーススクラッチですね、スクラッチはこちらなんですけど、ちょっと一言だけ、いいですか、そう、これちょっと見てもらっていいですか、これ、はい、これなんですけど、要は、なんでお前削ってんだよってなるじゃないですか、っていうのが、実はですね、前回、実は、もう撮影ね、本当は終わっていたはずなんですが、僕の撮影ミスで、まずメインのこちらのカメラ、メモリーカードが尽きた。そして、こっちのカメラも、手元のカメラを押すの忘れてたっていうね、地獄です、地獄。はい。まあ、ミスったんで、まあ、ちょっともう一枚だけ買ってきたんですけど、ちょっと、この自粛の中で空いている店舗を探しに探しまくって、ちょっと見つけちゃったんで、そこで買わせていただいたんですが、今回ね、ちょっと先に言っておくと、これごめんなさい、裏の、またまあね、フロントの部分で見ていただいた方だとわかると思うんですが、これね、2000円で、本来マットが増えたということだったんだが、これは、増えてない。増えてないんですよ。増えてない。だからこれは2000円買って、マットが1枚なんですけど、何が強化されたかというと、3等の1万円のものが、確率が上がったということで、そこはまあいいんじゃないかと思うんですが、まあこういうね、アンバランスなことしてきているんだなと思っております。じゃあ、ということで、削っていきたいと思います。企画戦金！はい、行きましょう。スタンド玉でございます。ラッキートレイ。とりあえずラッキーマークの何かが出たら勝ちだ。行きます。じゃあまずはラッキー。お、悪魔のですね。メラメラの目。行きます。何やじゃあ、まあね。安定の1枚ですよ。僕みたいなもの。安定のね、1枚なんだな。そう。安定の1枚です。この先、ケーブルが絡まっているんだ。そう、見えないね、ところで、ケーブルが絡まっていたので、直しました。はい、じゃあ行きましょう。2枚目ですね。いきます！ラッキーマーク行きましょう。お、センスですね。下から行こうか、下から。行きます！あ、いや、上から行こう、怖いよ。お、さっきのやつでね、出てたようですね。じゃあ行こう！んなぁ！はい。おぉ！おぉ！なんなんだよ！はい、じゃあ行きます！3枚目でございます。行きます！お、城ですね。なんか、ワンの国チックでいい。行きます！おい、ちょっとしんどい。あ、これなんか、うどん、見たな。初めて。行きます！なんでだ？出すよ、そろそろ。そう、いや、だったら、そうだな、それで考えたら、そう、考え方は間違っているんだが、間違ってますね、僕の。そう。だから、3等が出やすくなってんだから、3等欲しいじゃん。そう。マット出すんじゃねえよ。3等出すの。行きましょう！行きます！ 4 枚目。やべえな、どうなんだ、悪魔の実。行きます！おぉ、ほう。いやー、あ、恋初めて見たかもしれない。コーン！コンコンコン、釘を刺す。ちょっとね、今日は怒り気味のコンですよ。怒り気味のコンだな。はい。はい、じゃあもうこれで折り返し点でございます。5枚目でございます。いきます！まずはラッキーマーク。あ、うどんですね。いきます！お
おい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 、うどん来いよ。あーマジか、3頭ないか。3頭出たって、でかいよ。もうちょっとやる気なくすって、マジで。あれだね。でもあれっすよね、ちょっとワンピーススクラッチで、まあいい意味で環境つけてきたなっていうのは、まあ新シリーズ始まってから、まあちょっと当選枚数も増やしていただいたっていうのはすごく嬉しいんですが、まあたまにこういう、ちょっと違うやつを入れることによって、なんかこう、なんですかね、その、YouTuber 的に、僕からしたらですよ、宝くじ系 YouTuber 的に言うと、見せ場があるからいい。そう。エンターテイメントでよく言うんですけど、N 字曲線を描けっていうね、話があって、だからこうずっと、一回勝つじゃないですか。ドラゴンボールとか分かりやすいですよね。めちゃくちゃ分かりやすいんですけど、こうまあ、いや、勝つじゃないですか。また強敵出てきて、落ちるんですよ。で、またでも勝つみたいな。で、このね、緩急がめちゃくちゃいいって言われてるんですよね、エンターテイメントで。そう、だからそれで言うと、これ、ワンピースは、めちゃくちゃ分かりやすい。そう。そう、分かりやすいですね。もうそう、ワンピースの作品自体が分かりやすいですからね。はい、じゃあ行きましょう。6枚目でございます。白いきます。白だったら何すかね、何やろ、なんかちょっといいの出してほしいな。白だしいきます。ちょっと待って。息止まるぐらい辛い。マジで息止まるぐらい強い。そう、強いよ。そう。ワンピースのがなんでエンタメ的にわかりやすいかっていうと、例えばですね、ルフィは俺は海賊になるって言ってるじゃないですか。で、例えば、俺は海賊王になったっていう話を見るのと、俺は海賊王になるっていうそのサクセスストーリーを見るのどっちがいいのっていうのは、絶対的に、俺はなるの方なんですよね。なったじゃなくて、なるの方なんですよ。で、ルフィとかも結構、どこら辺かなわかんないですけど、あそこですね。エースが死ぬとこぐらいまではずっと勝ち続けてはいったと思うんですけど、ただ、まあ一回負けることによって、ちょっとその後どうなんのっていう、こう、ワクワク感はすごい生まれていると思うので、そういった僕もエンターテインメントにしたいなと思ってるんですけど、なかなかね、そう、僕の場合は、まあ、少なく、まあ、言ったら1回2等当ててるわけですから、そっからどんどん今当たってない時期ですよ。次、これね。次のこれが、ワンピースで欲しいよね。はい、じゃあ行きましょう。7枚でございます。行きます。お、三味線、いいですね。行きましょう。そう、ここでね、こういうところで三味線とか出たら、めちゃくちゃエンタメよ。バカ。おい、ちょっと待って、まあ、そう、そもそもね、1枚も出てないっていうね。そう、しかもこれ、だからまあ、まあ、本来、まあ、大体 10% の還元しかないんですけど、ただ、まあ、これは僕の場合、倍買ってるから、ちょっと欲しいですよね。まあ、1000円欲しい。1000円くれたら、なんか納得する。納得する。いきます、始まり。もうこれ来なさそうやわ。いきます。怖いよ。そう、でもね、3頭が欲しいんですよね、僕は。3頭が欲しいんだよ。ちょっと今見せ場よ。今のとこ見せ場よ。ちょっと なんかね、ちょっとお姉っぽくなりますね。はい。9枚目ですよ。さ、逆にここで出て、こっち、10枚目出えへんとかやめてほしいな。なんかちょっと面白くないな。いきます。あ、逆だわ。間違った。こっちやっちゃった。すいません。ごめんなさい。まあでもこれもこれでいいですよね。何が来るかわからないので。はい、一応欲しい3、1万円出したいんだったら、鯉出せと。で、真っ当だったら白出せと。一等だったら山出せと。行きましょう。ありがとうございます。いや、嬉しいんですけど、さっきの僕の話、運営さん聞いてくれてないんですよね。まあ、これ形でね、もう決まってるから、仕方ないんですけど。ちょっと、ただ、でもあれですね。ここで諦めないよ、僕は。
これが出ればもっとすごいよね。こうもっとすごいんで、いやぜひ出したいな。炎を出したい、産みたい、いきます。10番目、さっきのこっちの方でいきましょうか。いやー、悪魔の実ね、悪魔の実、あ、悪魔の実で1位で1等出たら気持ちいいよね、これマジで気持ちいい。はい、じゃあ一応おさらいしておきましょう。おさらいですね。恋が、あの、可能性、確率的には多いんですよ。今増えているから多いんですけど、山、そして火で、この中で、出てはいけないものは、なんですかね、城だな。城出たらおしまいだな。違うな、白じゃないな、ごめんなさい。センス、センスが出たら終わりだな。いきます。裏切らないよね、この感じ。僕を外させる感じ、裏切らないよね。